はい、というわけでこんにちは、めめですと。こんにちは、かえてぃです。というわけで、ね、今回は待望の、はい、やっと出ました。何でしょう、ダークソウルの追加のダウンロードマップとかがいろいろ入ってる。そうそう、ね、ウィズ、なんて書いてたのこれ、ウィズアルトリアスオブジアビスエディション。そう、それでいいんかな、わかんない、私もわかんないです。ということでね、そうね、届いたばっかりなので、これからね、前回はね、カッパの大冒険という名前で、僕のプレイで肌カッパが、肌カッパいろいろと悪さをするという。え、悪さしたん？畑に降りてこう野菜取ったりとかね。ああ、シリコ玉抜いたりしたりとかね、村人たち襲ったりとかね、ろくでもない悪いことをしたけどね。悪いカッパだな。そうそう、今回はね、カイティのプレイでちょっと一から取っていこうかな、英雄カイティ様が、英雄カイティがね、全そう真反対のね、プレイディーなね、そうなんです。基本的にね、もう一回クリアしてるんで、あんま言わないようにしてやろうと思いますんで、今回は、黙ってますので。では、ニューゲームで。お、いいですね。あ、もうでも懐かしいな、作成、最初のキャラ作成しないといけないね。ということで、まあ頑張ってください。こうやって英語しかダメなの？確か英語しかダメだったんですよ。そうか、じゃあまあカイティにしますか。うん、オンラインにもつながるということでね。うん、まあカイティでね。はい。こんなん時間かかるよ。まあ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 。どうしようかな。パパパッと決めてしまえばいいよ。じゃあパパパッと戦士にするか。早いな。贈り物。万能鍵だな。これ知ってるんだよ。万能鍵がいいって知ってるんだよ。まあ万能鍵でもいいけど、ルート一緒になるで、それやったら。そうなの？まあまあいいけど、まあまあいいじゃん。ああ、キャラメイクってもうつっから遊ぶから。俺どんなことなんだ。まあまあ、リアルは下半身太りなんですけど。まあ、まあ、普通にしとこうかな。お、怖っ。まあ一つ言うと、後にしてもだいたいミイラ状態でやるから、顔が分からんと思う。これでは古めかしい感じにしようかな。これ資料深い髪型、もうなんか割とまあまあ可愛くはないですよね。どうやって動画でもそう可愛くはならないんじゃない？よっぽど作り込まないとね。そうか、ツインテールが今ねなんか流行りみたいですけど、お、セイバーさんみたいだね。あ、こんだけか。じゃあどうしようかな。なんか微妙だな。私今こんな感じなんですけど。大丈夫、そんなに気づかんから。じゃあシニオンにしよう。もう黒でいいよ。いいんだ、そこは他の試さないんだ。え、赤眼とかにした方がいい？いや、セイバーとかにするみたいにするんかなと。ベースタイプ、これでね、いろいろいじったりしていけるけど、まあ、まあ、本当言っとくけど、多分顔を備えに、まあこれぐらいにしとこうかな。まあまあまあいいや、影響されることはないから。まあ、いいよ。あれ、メモシルバーさんなかなかいいね、これ。すごい老けとるでな。まあね、おばあさんじゃん。おばあちゃん、おばあちゃん戦士になるとこやけど、うん、ドア書いておばあちゃんダークレッドにしよう。一応詳細も、おう、ちょっと目が怖いから目と口あたりだけ変えようかなって感じなんですけど、目をちょっと大きくしたいですね。怖っ。いや、もう怖いんかどうかもわからんわ。もうなんかで本当はすごく作り込みたいんですけど、大丈夫、なん途中でやめるから。カイティのことだから、キャラメイクは。そんなことないよ。キャラメイク作って燃え尽きるから。ちょっと黒っぽくしとこうかな。うわぁ、人相悪いな。まあ、鼻もこんでいいや。ほっぺもこんでいいや。なんか、口をもうちょっとこうにこやかにさせたいですね。ダクソルって可愛い顔できるんかな。できるんじゃない？喜ばしとこう。なんか、徐々になんか俺の作ったキャラと似てきてない？え、やめてよ、難しいな。
なんか涼しげフェイスで、ほとんど意味ないんだって、キャラスなんて。おっと失礼失礼、ちょっと私の携帯メールがね、俺だってどんだけ絶望したか。顎しゃくれ刺さんでいいかな。なんか鼻がえらい変な形ですよね。まあいいけど。いいかもう。分からない。やってみたら分かるよ、ほんと。うん。いや、私もちょっとだけやったんよ、前の。じゃあ意味ないだろ。悪いけど。うん。じゃあいいよ、これで。うん。はい。あれ、これで戻るでいいか。決定？そもそも兜かぶってる時点でもう分からんじゃん。こんな感じです。できました。はい、できました。はい、いいキャラでございます。うん、今回、戦士でね。始めましょうということで、レベル4だってすでに、まあね、来たらこんな感じ、うん、はい、はい、もう始めるよ。はい、始めましょう。人間性ゼロだった、それは敵から取るんですよね。うん、だったり拾ったり、うん、もともと人間性があるわけじゃないんですね。そうそう、野生か。なんかオープニング変わってるんかな。さあ、まあ、思いっきりお茶の音多分なってると思うんですけど、喉乾いてしまった、もうダークソウル大好きだから興奮して喉乾いてるんですか。そうそうそう、もう、ね、あら、竜が朽ちてますな。わ、この話だったんだ、なんか火の、ね、話ですよね、うん、実はね、あのプレイ前に一回見ただけで、はるかは去年の、はるかって言ったの去年の、うん、一回も見てないからこんなんやったっけ、こんなんやったっけみたいな、え、こんなんやったっけ。私もあなたがやるときにオープニングは見た気がするけど、こんな気もするね。そうですね、あっちちでしたね。しちゃったね。いや懐かしいね。そうそう、出てきた、いっぱい。そうそうそう、ね、おー、うーん、王のソウルね、ウルトラソウル、ウルトラソウル、これ、あ、懐かしい、ニトさんだ。ニト、ん、懐かしいんかどうかも分かってないけど、お久しぶりです、ニト様。約1年ぶりです。倒すん最後、まあ倒すかどうかはやってくれ。あ、イザリスの魔女さん、こんにちは。美女やで、この子、まあ、主人公あんななんか普通の顔してこいつ美女でずるくない。彼女もなかなか美男子やで、ね、グイーン、グイーン、グイーンさん、かわいそうや、こびとこびと。知らないんだ。コロボックルだよ、コロボックル。ねえ。はいほう、はいほう。最初の日が好き。へえ。トリューだと。ねえ。トリューが砦に攻めてきました。違うゲームですね。ほう。すごいね、ちょっと見ちゃいますね。これでもこの正気はさ、味方やばいんじゃねって思ってるから、うん、あんまりやられなかったね。鱗のないクリューだ。へえ、かわいいね、流動詞なのにね、鱗ないから悲願でたんかね、クリューは。かもね、醜いアヒルの子状態で、そうそう、火の時代、火の時代だって。おお、こんなんやった。へえ、すごい、円のこう城壁みたいな、うん、へえ、え、火消えてしもうたん、火の時代やのに、あかんや、闇の時代になってしまった、火消えてしもうたんっていうな。火起こしせんといかん、あのこう手でこすればいい、うん、あのファイアーエンブレムのあの子を呼ばんといかん、火起こし得意な、ああ、おったな、フレデリック、フレデリックや。お、えっ、ほら言っとくからあれ書いてるよ、書いてもあんな感じだよ。あんな乾燥してないよ、乾燥するよ、もう巻き気味だ、湯上がり卵肌だよ、あのダークリングが、もうこれはまあベタだけど、ね、最近こうここ左胸のあたりにあのこんな跡が出てんのよ、これ。ああ、蚊に刺されたの？もうご飯、もうご飯。この私がこう瓶をこう押し付けて丸くしといてあげたよ。かっこいいかと思って。ありがとう、ダークリングつけられたわ。うん。お、ね、というわけで、はい。はい。
ほいじゃない。お、ネズミが走ってますね。あのネズミが私かな。気のせいか、なんかグラフィック綺麗になった気もするんだけど、気のせいか。久しぶりすぎて。そうでしょ。呪われてんの、ダークイング。呪われてるやん。で、押し付けられたけど、なんか。うん。カエティの呪いですよ。あ、もうなんかいろいろ忘れてるわ。なんか。あら、もしや。お。あら。あら怖い。いや、思い出してきた。世界の終わりまで牢に入るんだって。ひどい人生やね。いやー、ほんと。俺もキャラメイクめっちゃ頑張って作ったんだよ。作って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 。あ、しかも服着てんじゃん、今回カエティ戦士だから。 あなた持たざるもので、裸やったからね。しかも青いカッパやったから気持ち悪かったですよね。作るだけ作って、もうなんか植物神だったから植物。あのショックは結構でかかったよ。いいね。ほら、カエティだってあんだけ作ったからね。やだカラカラじゃん。お、誰だ、味方か思うんだけど、この子敵かな、味方かな、うん、謎のなんだろう、ミイラを、ごめん、思うんだけど、何思うんだけど、あの子、あのそこで端っこでも下ろしてくれたらよかったのにね、うん、そうですね、ちょっと思った。確かに。またセーブポイントまで行ってみようか。え、そうなん、うん、こんな感じです。ていうか、え、操作が分かんない。お前、滝の時はいける。遺体を漁る。お、鍵や、開く、俺開く、俺抜ける、俺抜け出す。あ、こうやってね、操作を、うん、なんかヒントみたいな地面に書いてくれてんだよね。ね、うりゃうりゃうりゃ、無抵抗の人間を。あ、人間か。あ、なんかおる。え、かえって部分的にしか知らないもんね。よく考えた。あれって、うん、あれは倒した、倒すやつ最初なんか。ここはクリアしたんですよ、この、うん、ここまではな、牛頭まで行ったよな、確か、あの当時。なんかね、イノシシみたいなやつ多いでしょ、豚かイノシシか、あれがすごい、なんか、いいってなってちょっとやめたんだよな。まあ、あの時、あれなんですよ、ちょっとつわりでしんどかったんですよ、私、はい、実は、なんかちょっと若干言い訳も入って。お風呂使ってますね。お風呂に使って気持ちいいところ、えいやーえいやすっげえひどいやつだよな、こいつ。あれ、なんか二つ道がある。あ、違うわ、こっちだよね。めっちゃ方向音痴やからな、それが一番の心配だよな。登る、俺登る、上がる、風呂上がり。だいたいこういう時、もしもあなたが一緒におったら、登ったところで蹴りとか入れられて落とされるんですよね。そうそう、よくなったよね。あ、ちょっと待って、ここを知ってるよ、なんとなく知ってるよ。だからセーブポイントだって。あ、違うわ、間違えた。おい、はい、イエーイ、順調、ね、ということで、まずはね、一発目はこんな感じで、うん、まあ、ほんま序盤だから何とも言えないけど、めっちゃうまい、私、うん、自分なんか言ってますが、ね、うん、何言ってんだよ、これからだよ。それ何、中尾明。いや、なんか適当に戦士カエティの大冒険が、はい、そんなタイトルでいくじゃん。小冒険でもいいよ。そう、うん、今回そういうタイトルにしますんでね、はい、ちょっとね、だいぶ時間かけてゆっくりやっていこうかと思ってますので、はい、よかったらお付き合いくださいませ。はい、よろしくお願いします。はい、ではでは、お疲れ様でした。